務支援課が処理する支援要請ってわけだね。ああ、基本は1日1回まとめて送られてくる決まりだ。どこまでやるかはこちらの裁量に任されてるけど、この緊急と書かれているものは必ずやっておいた方がいいだろう。なるほど、合理的だね。期間が長めに取られてるものは次の日に回してもいいってことかな。なあ、そうなるかな。一応毎日チェックしたら提示された期間も変わっていくから。それと捜査手帳をチェックすればそのあたりの状況も。捜査手帳というエリーさんが時々書き込んでいた黒い。ええ、これ。基本的に捜査や支援要請で何か進展があったらこれに書き込む。そうすることで複数の案件を管理することが可能になるわけさ。あと先日オーブミンとエニグマについての説明もフォローしてくれているんだ。割と便利じゃないか。まあ、いずれはそんな手帳も動力化されそうな気がするけど。そうね、ティオちゃんからそういう研究もされていると聞いたことがあるわ。そこまで動力化されるのはなんだか抵抗があるっていうか。確かに紙とペンの方がしっくりくるのは同感だよ。まあ、ざっと説明するとこれが支援課の基本スタイルだ。まずは端末に来ている支援要請を一つ。了解します。2の件はともかく、もう1件はかなり特殊ですね。ええ、あのレクターって人がまたクロスベルに来ているなんて。シュバルツオークションの時にいたあのとぼけたお兄さんだね。どう考えてもただものじゃないとは思ったけど。捜査一課で研修した時に彼についてのファイルを閲覧した。帝国軍情報局所属レクター・アランドール特務隊、帝国政府の二等書記官としての肩書きも持っているらしい。情報畑の人間ですか。政治的な工作もできるような情報将校みたいね。捉えどころがないのも高度な倒壊の技術なのかしら。半分以上砂肝もするけど。しかし帝国政府の書記官で軍情報局の所属ってことはあの有名な鉄血宰相の腹心ってところなのかな。どうしてそんな背景までしれっと通じてるんだか。ああ、一課の情報によるとオズボーン宰相の懐刀の一人だし。昨年宰相と共にクロスベルを訪問して非公式にハルトマン議長と。それは本人も言ってたわね。
冗談みたいな口ぶりだったけど、まさか本当だったなんて。どう考えても一筋縄ではいかなさそうな人ですね。面白そうじゃないか。となると、まずは市内での支援活動が優先ってわけかな。ああ、手配魔獣が一件街道に手配されているけど、そルバーチェの消滅から数ヶ月。兵ゆえの動き、それから帝国政府の動きね。月末に開かれる通商会議もかなり影響していそうだわ。通商会議というと、新市長が呼びかけた首脳クラスが集まる国際会議だね。ええ、ディーター・クロイス新市長、彼が主催する帝国、共和国、リベイル、レミフェリアの首脳が一堂に会する経済関連の国際会議。西ゼムリア通商会議というのが正式名称ね。まさか就任直後にあんな大規模な国際会議の開催を呼びかけるなんてな。さすがは IBC の総裁を兼ねているだけのことはあるか。直接お会いしたことはないですけど、ものすごいやり手って話ですよね。そういえば和治君は新市長にお会いしたことがあるんだっけ。ああ、推薦状をもらった時にね。いくら独立愚連隊とはいえ、警察の部署への推薦状を不良少年にくれるなんてね。僕が言うのもなんだけど、気前が良すぎるおじさんだよね。いや、笑い事じゃないんだか。おじさまはおじさまで、はっはっは、面白い子だねとか言ってたし。おお、やってるみたいだな。セルゲイ課長。おはようございます。ねえ、そのままで。基本的にうちは放任主義でな。上司ってわけだね。そう言えなくもないんだ。課長の場合、理由の半分は面倒くさいからですよ。分かってんじゃねえか。ただまあ、今日は例外的に俺の方から指令がある。え、課長からですか。うん、一通り支援要請を片付けてからでいい。警察学校に行ってもらう。警察学校に。西クロスベル街道の途中にある演習場もある場所ですよね。ロイドとノエルにとってはおなじみの場所だったな。こちらの準備が整ったらエニグマで連絡する。それまでは市内を回りつつ支援要請をこなしていくがいい。ですが、一体どういう要件で。それは行ってからのお楽しみってやつだ。そんじゃあな、また後で連絡する。ノエルさん、非常に申し訳ないんだけど、これが支援課のスタイルなの。まあ好意的に考えれば、俺たちの自主性と判断力を育ててくれているんだろうけど。なるほど、さすがはセルゲイ課長ですね。物は言いようだね。で、早速町に出るのかい。ああ、そういえばキーヤが日曜学校に行くって言ってたな。課長も出かけたことだし、一緒に出た方がいいかもしれない。そうね、3階に上がってキーヤちゃんに声をかけましょう。
葬式にこの値を代入すれば。できた。キア。わ、ロイド。キア、確か今日は日曜学校があったはずだろ。出かけなくてもいいのか。あ、うん、もう待ち合わせの時間かも。みんなもお仕事に出るの？ええ、よかったら一緒に出かけようと思って。あら、日曜学校の予習をしてたの？そんなとこ。キーヤちゃん偉いな。日曜学校の予習なんて私はほとんどしなかったかも。僕はどちらかというとほとんど授業に出なかったかな。下手な神父に教えられるより自分で勉強した方が効率いいしね。わじ、あのな、キーヤちゃんに悪影響を与えないでほしいのだけど。パパたちがお怒りだ。あれ、わじ、どうしたの？さすがクロスベルはいろいろ進んでいるなと思ってさ。それより出かけないのかい？そうだな。キア、一緒に出るか？うわ、ちょっと待ってて。うん、お待たせ。よし、キアちゃんと一緒なら裏口から出ましょうか。これって、いつの間。あれ、支援課の裏口ってこんな感じ。へえ、いかにも工事中って感じだけど。あ、そっか、ロイドたちは知らないんだ。ね、ロイドが出張した後、工事の人たちがやってきたの。課長が呼んだみたいだけど。そうなのか。昨日は気づかなかったな。しかし課長、一体どういうつもりなんだ？工事だと思うけど、いずれにせよこっちの方は通らない方が良さそうね。ああ、1階の玄関から出よう。授業が始まるよ。ごめんごめん。やあ、リュウにアンリ、相変わらず元気だな。いつもキーヤちゃんと仲良くしてくれて。お久しぶりです。久しぶりじゃん。キーヤから聞いたけど、支援課また始めんだってな。ああ、おかげさまでね。いろいろパワーアップしているから楽しみにしててくれよな。言うじゃんか。ま、
の兄ちゃんたちだったら遊撃士と同じくらいは認めてやってもいいかな。だから龍、偉そうだってば。さすが支援課、子供にも大人気みたいだね。あれ、そっちの姉ちゃんたちは見かけない顔ですね。そういえばティオさんにランディさんもいないし。二人は用事があってまだ戻ってきていないの。こちらはノエルさんにマジ君、支援課の新人さんたちなの。よろしくね。おう、よろしく。って、あれ、そっちは男なのか。なんか女みたいな顔してるけど。ちょっとリュウ。どうだろうね、君が女だと思うんだったらその通りかもしれないよ。だからマジ、子供を惑わすんじゃない。それより3人とも急がなくていいのか。お、そう、それじゃあみんなお仕事頑張ってね。ああ、キーヤも頑張れよ。車には気をつけてね。よし、そんじゃももっちに寄ってくか。うん、急ごう。元気な子たち。西通りに住んでる子かい。ああ、もう一人は住宅街に住んでるんだけどね。さてと、俺たちも仕事を始めよう。とりあえずそこのオーバルストアと警察本部にはできれば市内も一通り回ってみた方がいいかもしれない。なるほど、パトロールというわけですね。そこまで大げさ。意外な情報が入ってきたりするから巡回も大事。しばらくしたら課長からエニグマに連絡が入る。それまでに市内で気になる場所に。了解し。Thank you.
職場でお姉ちゃんはダメだって言ったでしょ。レベッカさん、お疲れ様です。ご無沙汰していました。特務支援課再始動ですね。早速支援要請を始めていらっしゃるんですか。ええ、新メンバーもいますし、市内を回りながら一課の要請を受けたんですけど、エマさんはどちらに。そこの会議室でお待ちですよ。一課からの協力要請なんてなんだか感慨深いです。いや無理難題を押し付けられなければいいけど。もうバジ君。とにかくエマさんから話を聞いてみよう。頑張ってくださいね。来ましたか、マニング捜査課。どうもエマさん、その節はお世話になりました。一課での研修のことであれば世話したつもりはありません。あくまでダドリーさんの指示に従っただけのことです。数字は悪くありませんが、一課への誘いを蹴って支援課に戻ったのは理解に苦しみますね。すみません。いろいろあったみたいね。確かにロイドさんだったら他の部署も欲しがりそうですよね。まあいいでしょう。早速本題に入ります。ここに来てということは手伝ってもらえると考えて。ええ、何でも。あのレクター・アランドールがクロスベ一家ではそう掴んでいます。ですが残念ながら未だ確定できていません。それはどういう。所在が確認できないということでしょうか。そもそもクロスベル入りしたというのが不確かな情報なんです。それらしき目撃情報はある。だが足取りを追おうとすると陽炎のようにぼやけてしまう。おそらくこちらの動きを察知して捕捉を逃れているのだと思います。なるほど。とんでもない人ですね。まああのお兄さんならそのくらいはやりそうかもね。そこであなたたちにレクター・アランドールの滞在事実を本当にクロスベル入りしているのか、それ可能ならば帝国軍将校ないし帝国政府の書記官としての身元確認も。わかりました。ですが以前のあなた方は彼と何度か接触、それにかけてみることにしました。エリートの割には意外と柔軟な対応なんだね。仕方ないでしょ。人手を割けば捕捉は可能ですが、下手をすれば外交問題になりますし、それ以外の案件も抱えています。ダドリーさんがいらしたらあなたたちには頼まなかったのに。そういえばダドリーさんはどちらに。昨日の夕方通商会議の警備の打ち合わせでリベール方面に向かいました。戻るのは明日になると思います。そうだったんですか。お忙しそうですね。ですから彼が帰ってくる前に何とか片付けておきたいのです。どれだけ出張で疲れていても引き受けてしまう人ですから。なるほど。確かにダドリーさんならそのくらいはしそうですね。わかりました。引き受けさせてもらいます。とりあえずどのあたりでレクター隊員が目撃されたかわかりますか。そうですね、真偽は定かではありませんが裏通りのあたりで見かけたという情報があります。裏通り、旧ルバーチェの近くですか。うん、それっぽいじゃない。わかりました。早速よろしく頼む。私は一家で待機しているので報告の時は。それでは。ずいぶん一家の研修でお世話になったみたいね。ああ、態度は厳しいけど今節丁寧に教えてくれて、なんていうか生真面目な人なんだと思う。そんな感じですよね。まあそういうお姉さんほど癒しを求めているものだけどね。今晩あたり飲みにでも誘ってみようかな。あのな、
とにかく当たりをつけてレクターさんを探してみよう。まずは裏ど、え、いよいよ動き始めたわね。交渉していることくらいなら記事にしても OK かしら。共和国派からの圧力も最近減ってはいるけど。グレイスさん、何をしているんですか？なんだロイド君たちじゃないの。そっか、特務支援課いよいよ再始動ってわけね。はい、おかげさまで。ティオちゃんとランディは後から合流なんですけど。そっか、ちょっと残念ね。しかし、まさかワジ君が支援課に入っちゃうなんてね。お姉さん、さすがにたまげたわ。驚いてくれて何よりだ。なんだったら特集記事を組んでくれても構わないけどね。あのな楽しそうじゃない。できればいろいろ話したいんだけど、今ちょっと取り込んでてね。それが終わったらゆっくりと。おや、これは珍しい顔ぶ。あ、沢氏社長。あ、しん、お久しぶりですね、ロイドさん、エリーさん。それとワジ君にノエル総長でよろしいですか？さすが大した情報網だね他ならぬ特務支援課のことですから。しかし、まさかグレイスさんにこちらの動きをつかまれていたとは。さすがは天下のクロスベルタイムズですね。いや偶然ですよ。そう、偶然。一体こんな場所で何をなさっているんですか？ルバーチの跡地に何か御用だったんです。決まっているでしょう。このまま寝かせておくにはあまりにもったいない土地です。ならば我が社が有効に活用させてもらおうと思いまして。マフィアの保有物件など普通なら手を出しにくいでしょう。しかし我々ならば多少はその手の物件にも慣れています。委託業者にしても月々の管理費は頭が痛いでしょうし、良い取引ができそうですよ。サオさん、そうした情報は記事にしても？ああ、構いませんよ。やまし、憶測で決めつけるのは勘弁していただきたいところですが。あ、もちろん心得ていますわ。それでは、ロイドさん、何かあれば我が社にいらしてください。行きますよ、ラウ。
度でしたね。蛇に睨まれたカエルみたいな気分だったんですけど。そうね。兵ゆえきっての若手幹部、白蘭流のツァオリーカ。噂以上の切れ者みたいだね。ああ、相変わらずだな。グレイさん、ヘイユがこのルバーチェ跡地を。ねえ、倉庫なんかも合わせてまとめて買い取るつもりみたいね。もしヘイユがここを押さえたら、クロスベルの裏社会は完全に掌握されることになる。厄介なことになりそうだわ。同感です。しかし聞き込みに来たところで偉い場面に出くわしたな。そうね、これも一家に伝えた方がいいかもしれないわ。あれ、あなたたちもツァーの動向を調べに来たんじゃないの？もしかして別件を追ってる？いえ、そうだな。グレイさんは確か面識はあったみたいだし、実は以前グレイスさんも会っている人を探しているんです。カジノで行員の人を任したレクターっていう人なんですけど。ああ、そうなんだ。あの子なら流浪飯店でさっき見かけたばかりだけど。本当ですか？へえ、例のバカンスルックでのんきそうに食事してたわね。取材で急いでたから声をかけそびれちゃったけど。って、こうしちゃいられない。せめてツァオからもう少し突っ込んだ情報を聞き出さないと。じゃあね、また今度食事でもしましょう。相変わらず。でも思わぬところで目撃情報が入ったじゃない。ええ、早速流浪飯店に行きましょう。了解です。僕の相手が務まるかい？ギャッ！私の番ね。さてと。私の番ね。僕の
戦。その程度じゃ俺たちは止められない。えいとせいじゃ、みんなチャンスよ。いいね、行くよ。行くぞ。えいはっ、これが俺たちの力だ。えいはっ、えいと、行くよ。やれやれ、俺の番だな。せっこう、あたしの番です。やろう。なんとかなりましたね。任せてくれ。やっと。やれやれ。シュシュ。つい。はい。は。そこだ。甘いね。さてさ、やっ、僕の番か。シュシュッ、はい、やれやれ、時間の無駄だったな。やれやれ、シュシュ、チャンスだ。
僕の番か。よし、やれやれ、時間の無駄だったな。俺の番だな。やっはっ、迎撃完了。みんな先に進もう。セイフ。やっよし、一気に行くぞ。いいね。そこさてと、やれやれ、キュキュ、任せてくれ。セイディア、はい、はっ。皆さん、お疲れ様でした。敵出現、交戦します。やれやれ、無駄だよ。よし、やれやれ、シュシュハッ、任せてくれ。セイディア、悪いな、先に行かせてもらうよ。
い、はっ。みんな気をつけて。やっと。さてと、やっ。僕の番か。出世。さい。行きます。は。任せて。やれやれ。ちょちょ。任せてくれ。さい。は。新手か。望むところだ。任せてくれ。やっ、やっ。僕の番か。ちょちょ、行きます。そこ。やっ。私の番ね。エビ、エビ、頼む、頼む。任せろ。はっ、えい、やっ、スタート。よーし、速攻。やれやれ。先生。よし、えいっと。さあ、ちょちょ。はい、はっ。えい、へっ。よし、やっと。やれやれ、ちょちょ。なんだ、その程度かい？
いた。なるほどね、花山椒ってのを使うのか。そう、ただの山椒とは辛さも風味も段違い。東方でしか栽培されてないけど、最近は鉄道便で注文できるよ。いや、自分で麻婆を作るとどうも物足りなかったんだよな。まあか、一つ勉強になったぜ。レクターさん、こちらにいましたか。あっさり見つかったわね。なんだかものすごくチャランポランそうな。あとは身分確認ができればミッション終了だけど。ああ、遅かったな。待ってたぜ、心の友よ。へ？マサ、こいつらがさっき言った連中だ。やる気と根性だけはあるから、ビシビシしごいてやってくれ。わかった、マク。4人というのは大変だけど、東方料理が広まるのは嬉しい。頑張ってついてくるよろし。一体何の話を。相変わらずだな。追いかけないと。こら、どこに行く。もう修行は始まっている。まずは下ごしらえの練習ね。いや違うんです。私たちクロスベル警察に所属するもので。勘違いなら仕方ない。でも何かの縁ね。これを持っていくといい。手帳までもらっちゃって。店の余り物だから気にしない。精進するがいいね。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。みんな追いかける。え、了解です。ダメだ、見失った。とんでもない人ですね。まるで私たちが来るのを分かってて引っ掛けたような。まああれくらいのことは朝飯前なんでしょうね。さすがは情報機関の隊員を務めるだけはあるわ。とても軍人とは思えないような方法だけど。で、ここで諦めるのか。いや、とにかく後を追ってみよう。今なら通りの人に聞けば行方がつかめるかもしれない。分かったわ、行きましょう。
かし、クロスベルってのはマジでわけわからん。言いたいことはなんとなくわかりますけど。通称オルキスタワー、地上250アージュ、40階建ての世界初の超高層ビルディング。してるんだって。ああ、もう市の職員の半分はあちらに。実際のビルのお披露目は通商会議の時になるけど。で、ナミール首脳たちの度肝を抜くつもりってわけだ。やれやれ、リーター・クロイスってな、思ってた以上の人物みたいだな。クロスベル警察、特務支援課としてお聞きします。レクター・アランドール殿、身元の確認に。真面目だね。嫌だと言ったね。確かにクロスベルでは帝国共和国政府関係者に対して法的拘束力を行使できません。ですがそれはあくまで身元が明らかになっている場合だけです。逆に明らかにできなければ普通の外国人と同じレベルでは取り調べることができる。なるほど。そうきたか。仕方ない、年貢の納め時のようだな。どうしたんですか。ああ、向こうの建物だ。なんか黒い人影が屋根を飛び回ってないか。まさか、もしかしてあのインって人かな。でもこんな昼間からですか。しまった。まさかこのザイルでして。信じられないことするな。ここまで常識が通用しない相手だなんて。この下は裏通りだ。とにかく階段で降りるぞ。本当に降りたんだ。わざわざ仕込んでいたのかな。とにかく追いましょう。ああ、通りにいる人たちに片っ端から聞くしかない。なんだ、また土器かよ。たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。レクターさん、もう逃げられません。いい加減観念して身元を明らかにしてください。身元ね、身元どれがいいかなっと。あからさまにごまかそうとしないでください。そうだ、イエスオアノーで答えるから何でも質問してくれ。わかりました。それでは帝国政府二等書記官レクター・アランドール殿で間違いありませんか。イエス、
帝国軍情報局に所属する特務隊員もいらっしゃる。イエスだ。あっさり認めるのか。では私の方から今回の訪問は帝国政府の意向を受けてのものですか。ノーであり、イエスでもある。1ヶ月以上の滞在を予定されていますか。答えはノーだ。1週間くらいで帰るぜ。ここまでか。これ以上は無理ね。お手数をかけました、アランドール隊。ご協力感謝いたします。ああ、別にいいけどよ。そういや、あのちびっ子は元気か。あんたらが引き取ったんだよな。キアのことで。おかげさまで元気いっぱいに暮らしています。その節はありがとうございました。僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。うん、何のことだ。俺はクロと遊んでただけだぜ。そういや、ハルトマンのおっさん結局捕まっちまったんだってな。まあ、妙なのに連れ回されてたし、無事に保護されてよかったぜ。なんでそんなことまで。あの二人を逮捕してから3日も経っていないのに。まあ、そのあたりの確認も俺が来た目的の一つだからな。ちなみに他の目的は。ああ、いたいた。こんなところで何やってんのさ。アルカンシェルのチケットを手配してくれるんだろ。それでどうなったのさ。うん、今日の夜公演の貴賓席を確保してやったぞ。せいぜい感謝するがよい。本当？サンキュー。前から見たかったんだよね。誰だ。まだ若いみたいだけど。あれ、ふん、お兄さんに匂いがするね。懐かしい匂いだ。はあ、それ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ、スキンシップだってば。十分セクハラです。エリーさん大丈夫か。それでは俺たちは失礼し、ミシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんでな。それじゃまたね。なんだったつい見逃しちゃいましたけど。強烈な子だったね。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。
いい仕事じゃありません。どうして私がこんな目に。まあ女の子同士だし、そこまで深刻にならなくても。それに君、マリアベル城に生まれ慣れてるんじゃないの。ご苦労でした。いろいろとつかめたようですね。ええ、まさかあっさりと情報局の人間であることまで認めるとは。こちらに知られたところで情報活動を制限されないという自粛。しかしこれで滞在期間も大まかに把握できましたし、予想以上の成果を上げてくれたようですね。そう言っていただけると誰かさんが体を張った甲斐があるってもんだよね。あ、張ってません。しかしその同行していた少女というのも気になりますね。レクター隊員の情報関係の部下といった感じでしたか。いえ、違うと思います。情報関係者にしては若すぎるし、あまりもっとも普通の民間人にも見えませんでした。そうですね、身のこなしも素早かったですし。わかりました。その娘については一課の方でも同行。では私はこれで。今回はお世話になりました。いえ、また何かあったら。ふぅ、なんとか期待に応え。そうね、それにしてもあの子本当に何者なのかしら。そうですね、ノリでごまかされましたけど普通の旅行者とは思えませんし。大国の情報将校に同行する無邪気で奔放の少女かなかなか興味深いね。
やっはっ。そこ俺の番だな。やっはっ。今だ。全火力集中してください。ああ了解。そこ、そこ、やっ。上陸かな。お疲れ様。
があった。そろそろかかってきてもおかしくない時間ね。はい、特務支援課。おう、朝言った通り、そろそろ警察学校に来てもらう。わしはわかるな。ええ、西クロスベル街道の途中から。ああ、ゲートを開けておく。ところで、一通り街を回ったはずだな。率直に言ってどうだ。そうですね、いろいろときな臭い状況になり始めている気がします。その嗅覚、今まで以上に研ぎ澄ませておくといい。それじゃ、待ってるぞ。了解しました。やっぱり課長だったみたいね。何か気になることを言ってた。ああ、課長もいろいろと状況の変化を艦兵友やレクター隊員のことも報告した方が良さそうだな。そうね。で、そろそろ警察学校に行くのかい？ああ、西口から街道に出よう。さてと、警察学校まで行くとしたら徒歩かバスになるけど。そうね、私はどちらでもいい。最近歩いてなかったからちょっと体を動かしたいし。それに確か西クロスベル街道に手配魔獣が出ていましたよね。だったらついでですし、歩いた方がいいかもしれません。おいおい、本気かい？さすがに徒歩なんてだるすぎる気がするけど。もういい若者がそんなことじゃ情けないよ。普段夜遊びばかりしてるんだから、こういう時に体を動かさないと。体育会系のノリはあまり趣味じゃないんだけど。ま、疲れたら優しいリーダーにおぶってもらえばいいんだし。おぶらないから。手配魔獣が出るかもしれないから気をつけ。了解します。行くよ先生。はっ、やれやれ、時間の無駄だったな。行くよ。行くぞ。せいこう。悪いな、先に行かせてもらうよ。よし、えいっ、じゃあ僕の番か。先生、はい。出直してきなよ。せいっ、今だわ。みんな、行くわよ。イエスマン。了解。
れやれ。やれやれ先生。せい、えい、へっ、はい、そこ、さてそこ、やれやれ、出世、はい、いい夢を見られたか。よし
よし、せい、やみんな、大丈夫か。やれやれ、俺の番だな。せい、よし、そこ。
僕の番か。出世出直してきなよ。やれやれ。
甘いね。任せて、そこ任せて。よし、えいっ、はっ、迎撃完了。みんな先に進もう。もしかしてあなたも街道を歩いてきたんですか。来るぞ。帝国からの列車だ。ちゃんと見ておけ。ところで、そこの小僧、今の列車、乗客は何人乗っていた？え？一応車両の中まで目を配っていただろうが、何人だ？それは…それともまともに答え漫然とそのそれな、はあ、体格といい、いやそんな程度じゃ済まないかもしれない。え、まさかこいつら、今朝確認した手配魔獣か。間違いありません。手配された特徴と一致、報告されたものより数は多いみたいですけど。3、4、5体どれも斬撃で倒されている。さっきの男の仕業かな。ああ、鋭利ね。一応車両の中まで目を、何人だ？外れ、それと、満足、それな、かどうか知らんが、いい目をしてるようだな。たまたま
頭ですよ。まさか当たるなんて。せいぜい目は鍛えておけ。漫然と眺めるな。状況そのものを俯瞰しろ。その上でそこにある要素を瞬間的につかみ取っておく。え、それが戦場で生き残るコツってやつだ。いや、そんな程度じゃ済まないかもしれないよ。え？あれは！ひどい。まさかこいつら、今朝確認した手配魔獣か。間違いありません。手配された特徴と一致します。報告されたものより数は多いみたいですけど。3、4、5体どれも斬撃で倒されている。さっきの男の仕業かな。ああ、鋭利な刃というより巨大なナタみたいなもので切り裂かれたみたいだけど。2人ともよく冷静に観察できるわね。すみません、私もこれはちょっときついです。分かった、一旦ここから。あの男はもう行ってしまったみたいだな。ああ、クロスベル市に歩いて行ったみたいだね。今から追いかけても捕まえるのは難しそうだな。よし。さてと。